ナベフです。クシナです。今日2023年の5月に発売された、はい、遊戯王の爆炎デュエリスト編。はい。こちらが1パック。1パック。50円。はい。で売ってました。はい。1ボックス15パック入りなんで750円。と、まあ、税が入って800円ちょっとなります。で、今日は、さすがにね、1泊50円なら、お店の売り値じゃなくて、買い取り価格で、ね、750円以上するか。はい。合計金額、まあ、勝てるかどうか。やってみよう。勝負していきたいと思います。買い札だ。はい。で、このボックス、なんだっけか。足ね。足が入ってる、そうそう。うん。エクズディアの足が入ってるんで。はい。それを狙いたいと思いますね。封入率が少ないらしいですね。もうちょっと低いみたい。通じる、今でも通じる。一箱目いきまーす。15パック。はい。どうしよう、もうこれ、パッていっちゃうよ、パッて。あ、でもパッパッパでいいよ。パッパッパ。よいしょ。レアが一番下なんでね。じゃあこれを分けていきますね。ああ、一番ね。うん。よいしょ。おぉ、おっと、ダブリ。あ、レアか？ここでもダブリ？あっとできた。ウルトラの、うん、BK のウルトラですね。嬉しい。BK のウルトラがなんかやった時はするけど、はい、嬉しいね、はい。あ、BK 作ってたからね。そうだね。BK。すいません。やだ。いや、他の人の開封動画見てたらね、だいたいウルトラに、うん、スーパーに、うん、シークレットが1かな。なるほど。ああ、シークレット来ました。ボルカニックエミッション。はい。トラップばっかり。あ、ボルカニックも入ってるかも、このパック。そうだ。あの、ボルカニック。炎が入ってるね。ボルカニックか。よいしょ。BK もそうだよ、炎だもん。あ、スイッチヒッター入れて、ほら。だからスイッチヒッター。本当だ。いや、もう揃ってるから、ね。あ、レアの BK がいたはず。あ、いたいたいた、アッパカット。そう、これが、これ強いね。え、これ持ってないよね。持ってない。そうだよね。よいしょ、ウルトラ。サラム、お、これまたなんか、火で入りそうな。サラマン、あ、これがウルトラでね。あ、うん。いいとこ当てましたね。いいとこ当てた。来た。よいしょ。はい。で、だいぶいいとこ帰って、あと、スーパーが2か。え、あ、いいよ、かけて。どうぞ、一回止めるよ、ここで。うん。スーパー、はい。はい。うん。シャットダウンするもんさ。はい、じゃあ次。はい。あ、これも BK だ。ほら。あ、なんか揃いそうだな。で、あとスーパーもう一個出るのかな？そうだね、スーパーがもう一枚出るはず。え、かっこいい。火に入りそうな。あ、来た。スーパーの BK。 あ、スーパー BK もいる、うん、あ、これは新しいやつかな。はい、ラストいきまーす。これで15パック。スローモーターね。足、よいしょ。やっぱ封入通りか。封入通り、はい、はい、こんな感じでーす。でちょっと値段見てくれ、大体の、はいはい、けど1500円以上いったよね。まあいったな、いったいったいったよね。とうん、じゃあ2パック売りにはまあ半額ぐらいで考えて、うん、あ、買い取り価格ね。あ、はい、考えると買ってるんじゃない？今のところ買ってますね。てか値段書くためにあれだ、ここに紙持ってきて忘れてた。忘れてます。あ、もうちょっとやっといて。来た。パリパリって。いや、これ多いな。ボックス目ですね。バーナクロ多いな。あれ、なんでか。よいしょ。ティガー、ティガーだっけ。ウルトラ同じです。カサエ、カエサル。へぇ、カエサルって友達っていう名前じゃない、なんだっけ、違うか。カエサル、わ、いきなりシークレット。ゲームのキャラ、これ高いんじゃない。サラマンダーグレースバーストグリフォン。
シークレットのシークレット全部出たら見てみよう。うっ、え、ああ、あれ、ああ、レア混ざってるかもしれない。え、ごめん、それ何パック目？3パック目。いや、混ざってないよ。あれ、あ、でも なんでこれ、ねえ、そっちになっちゃった。スーパー来ました。ボルカニックトルーパー、ちょっとウルトラまで出た。もうウルトラおしまい。ウルトラ枠、サラマンダーグレイズレジングフェニックス。今回は早いな。はい、レジングフェニックス。あ、ウルトラね、ここ出さないとちょっときついかもしれない。きついね。それウルトラか。これウルトラ、そういえば、うん、うわあ。さあ、ここでトラップ。ウルトラ、まあそうだね、やばいね。あとスーパーは高いのある？あ、ウルトラね、これが2番目に、あ、3番目か、一応エクゾディアが一番高いけど、これでも700円。あ、そうだ、エクゾディア出てねえわ。これ700円大丈夫。なんか、うん、あ、レアのチーフコマンダー BK。 今 BK 分けなくて、 BK 分けなくていいよ。あっぱかった。これ分けるか、かっこいいな。よいしょ、サラマンダー、うん、もう1枚スーパーで、もう1枚スーパー、あの、うん、なんかでも6枚出たりすることもある。エミッション、6枚6枚で出ることもあるから、モンスがあると思う。はい、おしまい。はい、シークレット、はい、値段ちょっと見てください。はい、お願いします。硬いで2200、半分、まあ1100、1100入ってる。いいじゃん。お、やっぱね、750円は安いよね。あとは足だけだ、俺たちは。そうそう、足出せばもう。よいしょ、行くぞ。最後の箱だ、3個目だ。出づらいみたいな、します。なるほど、また作って、よいしょ、さあ行きます。今 DK2 つぐらいで作ってた、しません、どうしない。まあ今あれだよ、携帯で。トラップと魔法がない、見て、珍しい。うん、確かに。さあ、どんどん行きますよ。さあ、今回起きたけど、スーパー一つ、BK プロモーター。プロモーター、はい。あ、あと1枚欲しくなっちゃうじゃん、2枚揃ったな。プロモーター200だった。来ました、ウルトラ。お、え？サラマンダーグレース、ナチュラナチュラナチュラ。足かってなっちゃった。あ、でももう一番高いとこ来たじゃん。あ、転生サラマンダーバーストグリフォンかぶりかい。うわすげえ。あとウルトラさ、うん、どこだ、ここ高いか、なんかここが立ち。はい、ウルトラおめでとうございます。はい、サラマンダーレジングフェニックス。うわ、さすがじゃん。ヘビー足が出ない、さすがじゃん。うん、なんか集大成みたいになった。あ、でもウルトラすごい、222できた。ウルトラ何種類あったっけか。本当に？2、4、6種類あるよね。ダブリだ。こんなとこでダブルなんだ。あとスーパー1？あとスーパー1。あ、そうだね。おほ、足でねえじゃん。でもなんかたまに6枚出すなとかあったからな。本当に？うん。はい、出ませんでした。で、スーパーか。うわ、いきます。スーパーはここ出してくれればもう、どれ大丈夫ですよ。これ、はい、ボルカニックブレイズキャン、はい、ピシッパッ、モザイクかかっちゃう。はい、3箱目、まあ、ざっくり計算してみようか。はい、ざっくりお願いします。はい、シークレットのバストグリフォン、バストグリフォン300円。はい、クソ。はい、次ウルトラ、はい、サラマンダグレス1000円。1000円、1300円、700円、2000。2000。で、あ、ほら、600円。はい。2600?200 円。2800。1400。1400。おぉ。うん。あんまり変わらない。
でも半買い取りまあ半値ぐらいと計算しても1100、うん、合わせて3、4000ぐらいだね。おお、まあ一箱、まあ、税込みで800円ぐらいって考えても8324、まあ2500円ぐらい考えても、あ、買ってはいるね。あ、いいじゃん、買ってはいるね。で、まあレアもね、全部100円するし、そうですね、いいじゃないですか。ノーマルの素材も揃ったと。気になったけどさ、見てこの辺の BK、 これウルトラだったんだよ昔。ウルトラこの辺ねえ、うん、ノーマルになっちゃってるじゃん。強っ。ほらこの辺ウルトラだったよ確か。はい、では皆さんもぜひ買ってみてください。あ、そうだね、もうもしかしたらね、売れ残りは50枚で売ってるかも。いや、2だと思うよ。そうですね。炎はかっこいい。はい、まあ、とりあえず、勝ちということで。はい、ではご視聴ありがとうございました。